ここに一枚の絵図があります。今から約300年前の川島町が描かれたこの絵図にも、現代と同じように縦横無尽に水路が流れています。この水路は何のために作られたのでしょうか。川から水を取り込んで町の中を流れ、また川へ帰る水路を巡る旅へ、皆さんをご案内します。川島町を流れる水路は堤防を越え、川から水を取水し、上流から下流に向け流れていきます。長良区用水は川島町の最も上流に位置する水路で、時川の流れを引き込み町内へ水を流す大動脈です。取水された水は分岐を繰り返し、町の隅々に運ばれていきます。水路の水は田んぼや畑の作物のために利用されたり、人々の生活にとってとても大切なものでした。そのため水の利用をめぐって争いが起きることもありました。利根川徹と申します。よろしくお願いします。川島町の過去の記録を見ると、約500年以上前、戦国時代の頃、町内で水争いがありました。現在の中山地区のともりには、八つ林、尾身の方面に分かれる水路があり、水の量をめぐって争いが起こりました。当時ともりは栃木県足利市の坂那寺というお寺が所有する土地であったため、ともりの住人が水争いで困っていたことがお寺の記録に残されました。また約300年前の江戸時代にも水争いが起こりました。現在の中山と井草で起きた争いは、双方話し合いの結果、和解の印として水路を描いた絵図を一緒に作り、村うならの代表者が名前を書き記しました。現在もこの絵図は子孫の方に伝えられています。このように水路の水は過去から現在に至るまで、水田、畑など農業にとって大事なもので、人々の生活に欠くことのできない大切なものです。以上です。川島町の水路には先人たちの知恵や工夫が散りばめられています。江戸時代を通して木造であった樋管は、明治時代に近代技術の導入によりレンガ造りとなりました。建てられてから100年を超えて水の流れを見つめています。水路は町の中を縦横無尽に巡り、川島町の土地と人々の暮らしを潤し、再び川に帰っていきます。川島町では多くの水路が今も暮らしのそばで生きています。水路を見かけた時は、ぜひ水路の旅に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。